ここは。どうやらこの急行山の終点みたいだな。抜け道の類は結局見つかりませんでしたね。どうしましょうか。そうだな、危険かもしれないけど入り口に引き返すしかなさそうだ。坑道内を調べた限り他にトラップはなさそうだし。しかし下せないね。結局入り口を破壊してトラップを仕掛けた犯人は何がしたかったんだい。そうね、この異常な内部についても直接関係はしてなさそうだし、ひょっとして人形工房を訪ねた人たちとか。確かにかなり怪しげな連中だったよね。そうだな。いや、犯人は頑丈な扉を破壊したり爆薬を使ったトラップを仕掛けている。そういう荒事をしそうなタイプには見えなくなかったか。そうね、確かに。一体何者の仕業なんでしょう。仕掛けられたのが昨日で、支援課に連絡があったのが今日。まるで俺たちを直接狙ったようなタイミングだけど、さすがに考えすぎか。ロイド、どうしたの？大丈夫ですか？いや、とにかく一旦引き返そう。ひょっとしたらガンツさんが応援を呼んだかもしれないし。ん？あれは上だ！気をつけろ！何？こいつは普通の魔獣じゃない。とにかく気をつけて。体がなんだ、力が抜けて、この振動が力を奪っているのか。まずいね。エリーとノエルだけでも。バカなことを言わないでちょうだい。そうですよ、みんなで切り抜けないと。今のは暗いな。ランディ先輩、来てくれたの。お、サイトもすごいタイミングじゃない。話は後だ。このデカブツを撃破する。俺たちの全力をぶつけるぞ。わかった、任せて。目標を撃破します。デカブツだ、気抜くなよ。分かった。みんな一気に、はい、おの番だな。
はずだ。わかった。俺の番だな。あたしの番ですね。そこ。よし。やっ、はっ、行くぞ。俺の番だな。これで決める。私の番ね。気高き女神の息吹、力となりたい我が銃に集う。エアリアルカノン。おっしゃ、ぜー、行くぜ。俺の番だ。赤き鬼の死神よ、戦場をかけ、つわものどもを貫け。はぁ、デス・スコルピア。甘いってろ。行きます。そこ。よし。エニグマ駆動。行きます。目標を撃破します。それはこれで終わりです。よし。エニグマ駆動。お返しよ。負けられない。立て直さないと。はまだまだぜ。まだやれる。えい、でや。よし、上出来だ。やるじゃない。